宮ヶ瀬ダム宮ヶ瀬湖と宮ヶ瀬ダム宮ヶ瀬湖と紅葉の山々右には大棚沢橋、宮ヶ瀬湖半のケヤ広場、宮ヶ瀬湖は東丹沢にある宮ヶ瀬ダム建設によってできたダム湖である。神奈川県愛工郡愛川町、道郡清川村、相模原市緑区の三市町村にまたがる。宮ヶ瀬ダムは中津川を関止め2000年12月に完成したが、宮ヶ瀬湖自体は、 宮ヶ瀬ダム完成前の試験淡水によって1998年にできていた。宮ヶ瀬湖の水は生活用水、農業用水、工業用水などとして主に神奈川県に供給されている。上水道は横浜市、川崎市、横須賀市と神奈川県全体のに3の地域、県人口の90%に供給している。宮ヶ瀬湖は周囲の景観の調和、 歴史的価値などの観点から評価され、神奈川県では丹沢湖と並びダム湖百選に認定されている。湖周辺は美しい景観が望めるスポット、アミューズメント施設などが整備されており、また大規模な駐車場も整備され、自家用車での来訪者が多い。宮ヶ瀬湖半地区に自生しているもみの木は毎年12月になると装飾され、 クリスマスツリーとして来訪者の目を楽しませる。ダムサイトでは、水とエネルギー館のほか、ダム建設で用いられたインクラインが観光用に運転されている。ダムサイトと鳥居建築水の合築を結ぶ遊覧船が就航している。また、土日祝日に限り、無料シャトレバスが宮ヶ瀬、宮の平、宮ヶ瀬ダム水とエネルギー館、高取山ハイキングコース入り口、 愛川大橋、県立愛川公園、鳥居原ふれあいの館の計7カ所を巡回運行している。運行数は6周日。国道412号半径、小学校入口交差点から宮ヶ瀬方面へ。鳥居原無料駐車場からの風景宮ヶ瀬湖の周りは、現在神奈川県道64号伊勢原津久井線、神奈川県道70号、畑野清川線、 神奈川県道514号宮ヶ瀬愛川線、宮ヶ瀬北岸林道が囲むように通っている。北岸林道は日中のみ通行可能で、夜間は通行止めである。また南岸に県道64号の土山峠付近と県道70号の長者屋敷キャンプ場付近を結ぶ道路が通っているように描かれている地図もあるが、実際には県道との分岐点が両端とも封鎖されており、 中間部は数キロメートルにわたってそもそも道路が建設されておらず通行不能である。南岸道路よりもさらに南側の唐沢林道も現在は通行止めとなっている。唐沢林道よりさらに南で東西を連絡する車道は一般車通行禁止の浅間山林道を除外すると国道246号である。ありがとうございます。